どうもコバです。トラブルダグネストゥループリンセスネメシス編、おそらくラストかな。うん、やっていきましょう。親父の手伝いしてたらすっかり遅くなっちまったな。それにしてもこの時間ってこんなに静かだったっけ。なんだかいつもと違う、というか妙な気配がするような。なんだこの変な黒い煙は。蛇みたいに体に巻きついてきて、少し遅かったか。ネメシス、どうしてこんなところに。やばい、締め付ける力がどんどん強く、このままじゃ。ユウキリトよ、やはりお前の苦しむ顔は見ていると、おお、ゾクゾクするね。あの今回は本気でシャレにならないんだけど。というのは冗談だ。お前が私以外の者に責められる姿などこれっぽっちも見たくない。私の所有物に手を出すとどうなるか、たっぷりと教えてやるぞ、醜い打鍵め。ネメシス、危ないことは。こいつ、俺の体を無理やり操って。意地なき傀儡が余計な浅知恵をつけたな。舐められたものだ。逃げろネメシス。こいつ今度はお前を狙って。ダメだ、間に合わない。ネメシス、気安く名前を呼ぶな、下僕め。まさかお前、私があの程度のやつに遅れを取ると思っていたのか。あれ、体が軽い。で、あいつは、あの黒い煙はどこに。覚えておけ、ユウキリトよ。主の勇姿を見届けることも、下僕の立派な役目であるとな。倒したのか。あの一瞬でどうやって。愚問だな。そんなの決まっているではないか。我が身に宿る暗黒の力、すなわち原初である混沌の玉座より賜りし波動を解放しただけだ。さっきのやつは一体何だったんだ。おい、無視するな。ごめん、でも気になっちゃって。私も敵が多い意味でね。さっきのやつは私を狙って地球に送り込まれた刺客さ。以前から気配だけは感じていたのだが、なかなか尻尾をつかませなくてな。でもなんで俺を狙ってきたんだ。最初は私を狙っていたのだろうが、私を倒せないと判断したのだろう。ゆえに私により近くかつ脅威となりうるものをターゲットにしたのだろうな。俺が脅威。あの程度のやつに目矢や闇を倒せるはずもない。だから次に矛先が向かったのがお前だったということだ。あれは意志のない人工生命体だ。プログラムされた動きしかできないのさ。つまりあいつは俺が脅威になるって勘違いしたってこと。
そういうことだ。まあその判断はあながち間違っているとも言えない気もするが。ん？いや、こっちの話だ。気にするな。うん。でも助かったよネメシス。ありがとな。礼には及ばん。私が蒔いた種だ。どこの物知らずかは知らんが、この報復はきっちりさせてもらうさ。ああ、でもあんまり危ないことは。ネメシス、後ろ、危ない！間に合ってくれ！大丈夫か？あいつまた動いて。伏せろ。これでしまいだ。また一瞬で何をしたのか全然見えなかった。やれやれ、じっくりいたぶって情報を引き出すつもりが、お前のせいで予定が狂ってしまった。それってあえてとどめを刺してなかったってことか。ついでに言うのなら、お前が私をかばう必要もなかった。あの程度の殺気に気づかない私ではない。無駄な努力だったってことかよ。しかも敵の情報を得る機会を失ってしまった。どう責任を取るつもりだ、結城リトよ。ごめんなさい。行為そのものは無駄と言わざるを得ないが、まあその意図だけは汲んでやらんでもない。そのなんだ、嬉しかったぞ。下僕にしてはそれなりにいい働きだったと言っておこう。ネメシス。ああ、やっぱり下僕扱いなのか。なんだ、せっかく褒めてやったというのにやけに不服そうだな。どうする、正直に自分の気持ちを伝えるべきか。あのさ、ネメシスは俺のこと異性としては見てないんだよな。なんかすごく恥ずかしいことを言っている気がする。何が言いたい？俺、ネメシスにはその男として見てもらいたいっていうか。何か言いたいことがあるようだな。いいだろう、発言を許してやる。俺さ、多分ネメシスのことが。あ、ネメちゃんと、リト先輩？なんか珍しい組み合わせですね。メア、なんでこんなところに。なんか大きい音がしたので一応駆けつけてみたんですけど、何かあったんですか？少し遅かったようだな。まあいい、おかげで面白いものが見られたからな。さて今日はもう帰るとしよう。久しぶりに戦ったのでな、少し疲れた。あ、ネメシス！行っちまった。先輩、ネメちゃんと何かあったんですか？なんか二人とも嬉しそうでしたけど。え？ネメシスも嬉しそうにしてたの？それはな。というより、
あんな嬉しそうな表情のネメちゃんを見たの初めてかも。そうだったのか。言われてみれば普段よりも表情が柔らかかった気がするな。少しは男として見てもらえてるってことなのかな。先輩どうしたんですか。なんでもない。もう遅いしそろそろ帰ろうか。部屋に戻ったらネメシスがいたりしないかな。そんな都合のいいことあるわけないのにな。何期待してんだ俺。よし、ラストイベントかな。もう朝か。まあそう都合よく毎回窓から現れないよな。なんだ、もう起きたのか。ずいぶんと早いではないか。ああ、いろいろ考え事してたらなんか早く起きちゃってさ。ほう、考え事ってな。記憶のこととか自分の気持ちとか、あとなんでネメシスが俺のベッドにいるのかなとか。なんでネメシスが俺のベッドにいるんだ。いい加減お前もこの展開に慣れたらどうだ。慣れるわけないだろう。お女の子と一緒のベッドに入るなんて。しかし桃姫に鍛えられてるだけあるな。昨晩のあれもなかなかのテクニックだったぞ。思わせぶりなことを言うのはやめてくれ。思わせぶり？私は事実を言ったまでだ。やはりお前も男なのだな。感心したぞ。あのやっぱり俺何かしちゃったの？さあな、自分の胸に聞いてみるといい。わからないから聞いてるんだけど。まあ冗談はさておき、今日は一つ提案があるのだが。提案？というかさっきのは冗談ってことでいいんだよな。改めて問おう、ユウキリトよ。お前正式に私の下僕になるつもりはないか。ならないって。何度聞かれてもその提案だけは飲まないからな。そうだ、そうでなければ面白くない。だからこそ私はお前が欲しくて仕方がないのだ。そんなお前に朗報だ。以前私のトランスフュージョンを使って記憶を呼び起こそうと試みたことがあっただろう。ああ、そういえばそんなことが。あれから私も研究を重ねてな、力の調節が可能となったのだ。それじゃ。おめでとう、ユウキリト。ようやくお前は記憶を取り戻すことができるわけだ。ありがとうネメス、俺のためにわざわざ。ただし記憶を戻してやる代わりに条件がある。条件？そう、そこで最初の提案に戻るのだが、お前が私の下僕になったら記憶を戻してやる。どうだ。なんだよその条件。ん？
記憶を取り戻したくはないのか、それとも私の下僕になることを恐れているのか。記憶は取り戻したいに決まってるだろ。でもだからってずっと下僕になるのは嫌だ。おいおい、それでは交換条件にならぬではないか。はいと言えば記憶が戻るというのに。それだったら他の方法を探すだけだ。固くなだな。うん、それでこそお前だ。では条件を変えるとしよう。どんな条件を出されても下僕にだけは絶対ならないからな。いいだろう。ならば恋人というのはどうだ。え、自分でも自分の気持ちがわからんのだ。お前を下僕にしたいという気持ちは確かなはずなのだが、だがこのモヤモヤをすっきりさせる手段がこれ以外に思いつかなかった。ネメシスのこんな表情初めて見るな。仮に私にも恋という感情があるとしたら、きっともしかしたらこの思いが、一度しか言わんぞ。私はお前が結城リトが好きだ。早く返事をよこせ。それなりに恥ずかしいのだぞ。俺は。俺もネメシスのこと好きだ。最初はそこまで意識してなかったんだけどさ、どっちかっていうとちょっと怖かったし。でも一緒にいるうちにネメシスの女の子らしいところがいっぱい見えるようになって、気がついたらいつもネメシスのことばっかり考えてて、だからその、そうか、頭の中で私のことをめちゃくちゃにしていたわけだな。え？なんでそうなるんだよ。そういう意味じゃないって。冗談だ。私も今は平常心を失っているものでな。照れ隠しってことか。それを言うな。恥ずかしいだろ。そっか、そうなんだ。ちょっと素直になってみれば、こんな思いをするとは。二度と告白などしないからな。多分俺はネメシスのこういうところに惹かれたんだろうな。おい、ユーキリト。恋人というのはこういうことをするものなのだろう。多分。顔が赤いぞ、結城リト。ネメシスの方こそ。私のは、わざとだ。お前の心を支配するために、わざと顔を赤くしているのだ。そっか。これは。約束だ。記憶は戻してやろう。
全部思い出せる。これで条件は果たした。その上でもう一度聞こう。私のことが好きか。記憶が戻っても変わらないよ、ネメシス。俺はネメシスのことが好きだ。バカ者。言っておくが、恋人同士になろうともお前を下僕にすることを諦めたわけではないからな。そっか。え、そうなの？むしろ恋人という関係を利用することでより本格的な調教が可能になったということだ。覚悟はできているな、ユーキリトよ。なんかとんでもないことになってしまったような。でも不思議と後悔の気持ちはない。むしろこれからの日々が楽しみで仕方がないくらいだ。好きな人と一緒にいられる、これ以上幸せなことなんて他にないんだから。よし、まずはお前に首輪をつけるところから始めるとするか。って、完全に下僕としか見てないだろう。はい、というわけでネメシス編、終わりました。奈良編の終わりかな、同じようなエンドロールでなんか早送りになってたんですよね。まあ、今回大丈夫かな。まあ次飛んでたらね。てか別にここ飛ばしてもいいよね。まあこのネメシス編のエンドロールが良ければ次のキャラからここはカットしようかな。オープニングと一緒ね。結局は同じやつが流れるだけなんで。いやー、そしてね、まさかね、ネメシスと結ばれると。まあまだトゥルーエンドの方が残って、多分トゥルーエンドあるよね。いい感じで上げたから。じゃあまあエンドロールどうぞ。遅いぞ下僕、もっと早く走れないのか。ネメシスが早すぎるんだって。まったく仕方のないやつだな。ならばこうしていればはぐれる心配もあるまい。確かにそうだけど。
なんだ、嫌なのか？嫌じゃないし、むしろ嬉しいんだけど、ちょっと恥ずかしいかな。今さら何を言う。私たちは心も体も通じ合った仲ではないか。声が大きいって、っていうかその発言はいろいろと問題だから。なんだ、下僕の分際で私に口答えか。あのさ、俺を下僕にするのやっぱりまだ諦めてないわけ。言ったはずだ。恋人という関係になったことで本格的な調教ができるとな。じわじわとお前を誘惑し、いつか裸のお前の首に縄をつけて繁華街を歩くのが私の夢だ。その夢はぜひとも諦めてほしいんだけど。私は強欲だからな。そうなりたくなければ、せいぜい私の誘惑に抗うことだな。まずい、現時点ですでに抗える自信がないんだよな。どうした？私の顔に何かついてるか？いや、そういうわけじゃ。ただちょっと見とれて。ほう。今のなし。とにかく下僕になるつもりはないからな。せいぜいあがくといい。抵抗すればするほど落ちた時の快感は計り知れないものとなるだろう。あのさ、俺たち恋人でいいんだよな？当然だろ。私たちは恋人同士だ。だが愛の形というものは星の数だけあるものだ。そう思わないか？その言葉に納得したらいろいろまずい気がするから答えは控えるよ。なんだ、つまらん。お、向こうの方から何かいい香りがするぞ。引っ張るなって。結局ネメシスは俺を下僕にすることを諦めていないらしい。今後俺たちがどうなるかはわからないけど、俺はこれからもずっとネメシスと一緒にいたい。一緒にいられるなら、たとえ下僕になったとしても。いや、それはさすがにダメだろ。どうした？なんでもないよ。ふむ、主に隠し事とはいい度胸だ。何も隠してなんか。よし、罰としてお前が今何を考えていたのかトランスフュージョンで探るとしよう。頼む、それだけは勘弁してくれ。トラブルダークネス、トゥループリンセス。はい、というわけで、ネメシス編終わりました。なんだかんだでいい話だよね。結局どのキャラ攻略してもいい話だったってしか感想を言えないんだけどね。まあ、はい、じゃあ今回というかネメシス編はこれで、次のキャラ、まあもちろん決まってないです。撮る直前になって決めたんでね、ネメシスっていうのは。じゃあまたそんな感じで次のキャラでお会いしましょう。バイバーイ。